はい、ということでここから、ね、台湾の宿に着くまで、動画撮っていこうと思うんですけど、今札幌駅にいます。で札幌駅から、新千歳空港まで、行くっていう感じですね。普段バスで行ってるんで今回初めて電車で行くんですけど、だからちょっと乗り方もわかんない。快速エアポートってやつに乗ればいいかな。お、いや分かりやすいな、これ押せばいいんでしょ。どれ分かりやすい。お金またはカードを入れてください。あ、しまった。次はあと20分ですね。20分後です。これから台湾に行くんで薄着でめっちゃ寒いですね。まあいいでしょう、待ちましょう。列車は前が1号スーパーや手すりなどにおつかまりください。皆様今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。はい、ということで新千歳空港着きました。でここからまずピーチでチェックインしようかなと思います。でチェックインしたら気持ちも余裕出るんで、そこから飯食ってなんかねいろいろしようかなということですね。さっきチェックインできなかった理由で早く来すぎたっていうのもあったんですけどそもそもチェックインの場所は国内線の場所で国際線のチェックインじゃなかったっていう、だからそもそもあれですね、国際線のところでチェックインしないといけないっていうことだったんで、それにしてもまだちょっと時間があるんで、ご飯を食べたいと思います。もう夜ですからね。めっちゃうまそう。オムライス10年ぐらい食べてない気がするわ。これ食べたいな。オムライス食べよう。これが食べたい。プラス100円でミニサラダがつきます。いいでしょう。オムライス、ミニサラダ、サラダのセット、はい、はい、オムライスとサラダのセット、はい、はい、ということで、台北着きました。まあ日本時間だと2時半ですね。台北時間だと1時半です。で、いやちょっとそのパニック発作が出るのが想定外だったんで、結構死ぬほど怖かったですね。もう日本帰ろうかなって思ってたぐらいで、最近結構体調が良かったような気がしてたんで、まあ多少舐めてかかってたんですけど、結構きついやつが来て、本当死ぬかと思った。なんかもう飛行機を止めようかと思って途中きつかったですね。やっぱ大体僕の場合パニックが席に座ってから、離陸したあと10分ぐらいまですごい続くんですよね。まあ、体感で言うと結構1時間ぐらいなんですけど、実際は30分ぐらいなのかな、わかんないけど、ただその後その30分ぐらい苦しんだ後は一度もそのパニック交差が来ることがなくて、途中も結構ね揺れたんですよね。でも全然なんなくて、だからもう不安に対するもう感知がもう脳がちょっともう壊れちゃってるんですよね。
本当に死ぬほど怖かった。もうぐったりですね。疲れました。なんていうか体力的な疲れじゃないんですけど、はい、まあ、とにかくね今イミグレーション着いたんで、まず出てバス乗って台北駅行こうかなっていう感じなんで、はい、行きましょう。眠すぎてすっかりこれチケット買うとこ忘れてたんですけど、なんかこの1819っていうバスに乗ると台北駅に一気にドーンと着くらしいんで、っていうか涼しい台北最高だよこれ。今これ来ました、バスこれですね。5番乗り場です。1819が台北駅に行くそうです。いや涼しいよ。ちょっとパニックのことも忘れられるぐらいの心地よさですね。うわ最高の季節だこれ、すげえ。深夜だったんでだいたい40分ぐらいで、まあ、台北駅ね、東京でいうと東京駅的なところですけど、はい、とりあえず着いたんで、ここからまあホステルまで歩いていきます。一応何だったかなインキューブとかっていう名前なんですけど、そこまでねなんとか歩いてたどり着きたいと思います。はい、いいね、趣のある感じで。どこ向かえばいいんだ、マジでわかんない。あ、これがバスステーションね。黄色いタクシーいっぱい。 OK、 ちょっと Google マップ見ます。うん、この道まっすぐ行ったらあるみたいですね。はい、 OK です。いやしかし涼しいなこの15度ぐらいですけど本当に過ごしやすい気温ですよこれ。そんな寒くないし全く暑くもないし、うん、深呼吸が自然と出ちゃう。あ、やっぱパニック起きてる時は本当ちょっととんぼ帰りで札幌帰ろうかなと思ってたんですけど、もうちょっといてもいいかなってなんか思えてきましたね。まあ本当人生についていろいろ考えますよね、なんでこうなってしまったのかとか。まあそれでも、あ、あそこに14度って書いてますね。めっちゃ涼しいでござる、最高。これ台北駅か、でかいいね。いや台北は本当治安いいんで、真夜中でも全然なんか危ない気がしないっていうかね、むしろ安全感しかないですよ。結構ホームレス多いですね台北駅。うん、さすがにこれ外で寝るってなると寒そうだけど大丈夫かな。すごい人がいっぱいいました。うん、みんなそれぞれ大変ですね。え、これ渡りたいんだけどどうやって渡るんだろう。渡りようがない気がするんだけど、え、どうやって渡るのこれ、無理じゃん、渡れない。はい、裏技を使って渡りました。もう少しです、ほんとこの辺にあるはず。これですね、このインキューブ、これです。10階って書いてあるけどどこ、これ、ここインキューブ、どっから入るんだろう。 こっからかな、ここから入んのかな。あ、ぽいね。あ、あった、ここだ、ここの10階行きます。 OK、 やっと着いた。うわ、怖っ、怖っ、くさっ。閉めるの昔の感じこれなんだ、かっこいいね。開くはこれだけど、いやもうこんなの止まんないでよこれ。これ個室？個室じゃないよな、ドミトリーだよ。え？俺だけ？あれなんか個室っぽいんですけど、ベッド2つあって。やった、いいですねここ個室で、素晴らしい。いや疲れました、ちょっとパニックのショックとか、あと普通にシンプルに深夜なんでね、疲
疲れましたね。ということで、とりあえず今日はこんな感じで一旦終わりにしましょう。ということで、現場からは以上です。また明日会いましょう。じゃあ。